大阪市立菅北小学校は大阪府大阪市北区にある公立小学校。言語障害を持つ児童に対する通級指導教室が設置され、必要な児童に対して教室での指導を実施している。言葉の教室では他校所属の児童も受け入れている。1922年に大阪市北区西備地区で6番目の小学校。 大阪市再備第6尋常小学校として大阪市再備第4尋常小学校から分離する形で開校した。開校直後の1922年には、東高を含む再備地区の小学校6校で日本で初めて常勤の学校園政府を配置している。学校園政府配置の取り組みは、養護教諭制度の源流だとされている。1941年には、 国民学校令により、大阪市菅北国民学校へと解消した。太平洋戦争の影響で、大阪市の国民学校児童は1944年以降、学童疎開を実施することになった。縁故疎開に頼らない児童は、学校から集団疎開を実施することになり、疎開先の府県は、各行政区ごとに割り当てられた。 北区の国民学校では、滋賀県への集団疎開を実施することになり、関北国民学校の児童は、東野財群即水村及び地区部村へ集団疎開を実施している。太平洋戦争の戦災による、校舎、航空被害により、終戦直後の1946年に、天馬国民学校を統合している。天馬国民学校は1901年創立。 当時の学校敷地は、現在の帰宅より基調5番から同時に1丁目5番にかけての一帯にあたり、跡地は児童公園や大阪市の施設、民間ビルなどになっている。なお旧天馬校の校区の大半については1952年に大阪市立堀川小学校の校区へと変更されている。1947年の学生改革により、 大阪市立菅北小学校に解消した。ありがとうございます。